お花紙とラミネートフィルムでたくさんの赤トンボを作りました。テグスでつなげば飾るのも簡単ですし、天井や壁などに吊るして飾ることもできます。まずトンボの絵を描きます。羽はこんな風に斜めに交差するように描きましょう。目玉の光っている部分を四角く描いておきます。体は直線的に描きました。これをトレーシングペーパーに移します。コピーしたものがこれです。型紙はコメントの URL からダウンロードしてください。切り離してお花紙に重ねます。赤いお花紙を半分の半分の半分、八つ折りにします。端っこに目玉をホッチキスで留めます。そして残りを半分に折って、輪になっている方に細い方を当ててホッチキスで留めます。胴体は赤いお花紙を16に折ります。輪になっている方に型紙の端を当ててホッチキスで留めます。これで切り取ると胴体が8匹分できます。目玉を切り離して羽も同じように切ります。羽は4匹分です。目玉は光っている部分を先に切り取ります。四角く切り取れたら外側を丸くなるように気をつけて切り取りましょう。目玉も4匹分できます。4匹分目玉と羽が足りないので作っておきましょう。胴体になる部分を半分に折っていきます。羽は開いてバラバラにしておきましょう。目玉もバラバラにしておきます。トンボの絵の上にラミネートフィルムを置いて、ずれないように文鎮で押さえて貼っていきます。一つできるごとにトンボの絵をずらしながら貼っていくと、6匹分しか撮ることができませんでした。これをコピーして型紙に使い、余分がないようにできるだけきれいに並べました。この上にラミネートフィルムを置いて文鎮で押さえ貼っていきます。胴体の部分、目、羽は交差するように貼ってください。糊はスティック糊をほんの少しつけるだけでいいです。このラミネートフィルムは A3 サイズなので8匹貼ることができました。ラミネーターに通すときにはそのまま通すと詰まってしまうことがあります。そこで
ポスターの裏などツルツルした紙に載せて、その紙と一緒に通してください。そうするとほとんど巻き込むことがありません。並べ方を工夫すると無駄なくラミネートフィルムを使うことができます。これを切り離していきます。まず大まかに切り分けましょう。切り分けたら1匹ずつ周りを切っていきます。 2,3 ミリ残しましょう。出来上がったトンボは輪にしたセロテープや画鋲で壁面に貼りましょう。テグスを使う場合は前のトンボと少し間を空けて、バツ印になるようにテープを貼ると抜きにくいです。つないでおくと壁面に飾るのがとても簡単になります。天井や壁にぶら下げることもできます。いろいろな飾り方を工夫してみてください。